こんにちは。 Z650 製品評価ライダーの野崎です。この Z650 のパッケージはライデオロジーの世界をより幅広いユーザーに体験をしてほしいという思いからこの構成が選択されたんですけど、そのほぼ狙い通りの性能になったと思います。まず自宅のガレージで、サイドスタンドを、払う際に引き起こし、ここからも軽さを感じられます。で、駐車場から押して歩く際にもこの気軽さが感じられると思います。で、またがった際のライポジ、この辺りも、収まりがいいと思います。さらに軽い操作感のアシストクラッチ、これで発進時の気兼ねなさも、かなり軽減されています。この辺りはまさにこの Z650 のパッケージならではのものだと思います。ちょっとそこまでっていう使い方がすごく気軽にできますね。走り出してもすぐに軽快な運動性を体感できるんですけど、このシャーシには軽量化だけでなく剛性バランスにもすごく注力して作っているので、軽い入力から優しい反応を見せるシャーシに仕上がっています。普通に運転しているだけでも操ることが楽しいので、乗っているだけで日頃のストレスが発散できるかと思います。エンジンもスロットルを大きく開ければ Z シリーズならではのパワフルな加速感を味わえるんですけど、普段は主張しすぎないようにセッティングしてあるので U ターンでも自信を持ってこなせます。今回この Z650 の開発では間口の広さの他にライダーのスキルを育てるバイクになるように配慮しました。ステップ入力、スロットルワークなどの操作が適切であれば、車両が気持ちよく反応するように作り込んであります。例えば何気ない緩いコーナーへのアプローチ、ハンドルでの入力を最小限にして、内側ステップを踏み込み、外側の太ももを使ってバイクを倒し込みます。で、その際に、スロットルを、一瞬適度に絞る、この作業が、一連の作業がシンクロすればフロントタイヤがコーナーに吸い込まれていくような気持ちいい感覚が味わえると思います。この感覚こそが楽しいと感じる要素でありライデオロジーの一端なんですが、そんなわずかな工夫一つ一つがマシンを操る楽しさにつながっていて、その楽しさを追求するほどに上手くなっていくと、こんな、特性を作り込めたのもこの Z650 のパッケージが当てのものです。ちなみにこうして身についたライディングスキルはさらに大排気量車へステップアップした際にもその車両の特性を引き出す武器になるのは間違いないです。 Z650 は間口が広く、じゃあビギナーに特化したモデルなのではと誤解を招きそうですが、それだけでは当社らしさライデオロジーを語ることはできません。当社のテストコースであるオートポリスサーキットを攻めても破綻しない懐の深さもありますので、峠ではビッグバイクと走っても遜色のない楽しいライディングができると思います。